ああ、どうも、谷本です。ってことでね、今日もフォートナイトやっていくんですけど、今回やっていく企画は、建築バトルで絶対に上が取れる初動参戦。はい、ってことでね、今回はね、3つの建築バトルで使える初動をね、用意してきたので、こちらをね、紹介していきたいと思います。一番最初から1、2、3とあって、順番に難しくなっていくんで、自分に合ったレベルのものをね、習得して、例えば1番ができるようになったら2番、そっからまた3番という風にね、1、2、3と徐々にステップを踏んでいっていただければと思います。いきなり3番できるよって方はね、いきなり3番をね、使っていただいてもいいと思います。ということでね、じゃあ早速、絶対に上が取れる初動参戦やっていきましょう。それでは、レッツゴー。はい、ということでね、一つ目ですね。一つ目の技、とりあえず映像があるのでご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。こちらがですね、一つ目の初動となります。まあこれはね、簡単ですね。簡単な代わりに、この後の二つの技と比べると、上取り力はね、低くはなると思うんですけど、その代わり簡単です。ということで、早速解説していきたいと思います。まずですね、普通の縦積みをします。これはもう、こっち周りで縦積みしようが、こっち周りで縦積みしようが、こういう風な縦積みでも、全然、何でも大丈夫です。それで、2回やりますと。じゃあ、1、2と。そしたらですね、次に、こっちに階段をペッてつけます。ペッてつけたら、この階段ね、この階段の、ここ。ここまで行って、床と階段をこう置きますと。そして、またこの上を歩きながら、ジャンプして、さっきここにつけた階段にね、床と階段をもう一回つけるという感じですね。まあ簡単でしょう。もう一回ゆっくりやってみますね。もう一回やってみると、こう、1階、2階、はい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 、と。いう感じですね。こちらですね、普通の縦積みをする人から見るとですね、普通の縦積みをする人がこの高さとしましょう。で、今紹介した技がこれなんで、一つ高いんですね。一つだけ高いと。なんで、もういきなり普通の縦積みしてくる人相手だと、一段上で有利な形からタイマンが始めれるよっていう感じですね。こういう風にバーンってやってもいいしっていう感じです。相手目線だとね、こんな感じで、もう威圧感がすごいんでね、いつものやってる縦積みに、ちょっとだけ工夫を加えるだけでできるので、こういう風に、これだけでできるんで、初心者の方もね、よかったら、こちらの縦積み使ってみてください。いつもこうやって、普通に登ってる方はいつもより早く登れるはずなので、よかったらね、この初動、初心者の方も練習すればすぐ使えると思うので、よかったら使ってみてください。ということでね、次の初動行きたいと思います。それでは、次!はい、ということでね、二つ目なんですけど、まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、ってことでいかがだったでしょうか。ではね、こちらの技のやり方をね、解説していきたいと思います。こちらですね、もう使える場面がね、限定されておりまして、自分でこうやって壁を置いて、かつこういう開け方で、用意ドンで始める、タイマンでしか使えないんですけど、こちらはですね、あのプロの選手のコヨタさんがね、使ってた技なんですけれども、対面最強って言われてるね、あの人の技なんですけど、まあ、ゆっくり説明しますと、まず、用意ドンあるじゃないですか。用意ドンで、ここ乗るとちょっと上がるじゃないですか。ちょっとピョって上がるじゃないですか。その時に、ジャンプしながら、ここにね、床を置くんですよね、こうやって。はい。その時に階段も一緒に置いちゃうと。するとね、もうこの時点でね、一段、ここにいる人よりも高いと。なんということでしょう。で、また、ここに乗ってから、さっき説明したね、一番で説明したこれ。これをやると。で、これをやっちゃって、さらに普通の縦積みをすると。そうするとですね、どうなるかっていうと、普通の縦積みをした人から見ると、一段上にいる、かつ、一マス分遠くにいるんですよね。なんで、こっちにいる人はね、こう登ってきた人に対して、こうやってね、こうやって、こういう風に囲って、バーンみたいなこともできるし、一マス離れてることによって、危険もね、自分が食らう危険とかもね、減ると思うんで、さっきの技よりは強いと思います。ただ何回も言うんですけど、この始まり方ができる時じゃないと、使いはしないよっていうのが注意点ですね。これのポイントとしてはですね、これ結構難しいんですよね。よーい、どんで、この、例えば乗れなかったりとかね、ここ相手のこと邪魔しちゃったりとか、あとは、
こんな風にね、階段の下に入っちゃうこともね、あるんですよ。それがですね、結構難しくて、いいキャラコンの練習にもなると思うんでね、若干のずるさは感じるかもしれませんけど、これね、一つ目の技と兼ね合わせて、こういう風に。で、さらにこうやって、もう一回同じことしたらね、もうすごい上に行けるんじゃないですかね。普通の縦積みの人から見ると、もうあそこっすよ。もうやばい。もうやばい。ありえんぐらい高いですね。なんで、さっきの一番目の技と組み合わせてね、一番目の技が完璧にできた人はね、この形式のタイマン上で使ってみてはいかがでしょうか。もうすごいですよ、あれ。もうすごい。何段上 ?1、2、3、4段上にいますわ。一瞬で。ってことでね、この技、なかなかね、強力だと思うので、ぜひぜひ使ってみてください。ってことでね、じゃあラストの最強の書道いきましょう。NEXT!動画の中盤にね、すいません。一つ宣伝をさせていただきます。私ですね、この度ディスコードサーバーを設立いたしました。このサーバーではね、視聴者さん同士の交流だったりとか、ネタの募集だったり、僕とたまに喋ったりね、撮影協力してくれるよって方はね、一緒に動画出てもらったりっていう風に使っているので、よかったらね、こちらのディスコードサーバー概要欄に貼っておくので、もし興味がある方はね、参加してください。みんな優しくていい子たちばっかなので、よろしければお待ちしております。それでは動画の本編にお戻りください。失礼しました。はい、ということでね、最後なんですけど、まずはこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。結構難しかったですよね。これ何が難しいってね、このダッシュをね、このダッシュね、これはね、うまく使うのが結構難しいんですよ。これはですね、ラギスさんがね、使ってた技でございまして、あの最強のラギスさんですね。なんでもう使って間違いないと思うんで、皆さんも使っていきましょう。今からゆっくり解説していきます。まずですね、階段を置きますと、よーいどんでいって、階段を置いて、ここをこのダッシュで駆け上がりますと。で、次床と階段を置いて、またここをダッシュで駆け上がりますと。で、また床と階段を置いてダッシュで駆け上がりますと。そしたらここの階段にね、こうやって壁つけれると思うんで、こういう風にビヨーンって飛びながらビヨーンっていう感じでやって、でそっからですね、ここにこういう風に屋根と階段を置きますと。2つ。そうすることによって、被弾もね、しづらくなりますね。フェイントにもなるし。そして、ここにまた床がくっつくんで、ここに床を置いて、階段を置いて、また走りますと。走ります。で、またここに床と階段を置いて、走ります。で、またここに床と階段を置いて、走ります。で、OK ですね。こっからも自由です。まあ、こっち行くなり、もう一回床と階段を置いて、こう走るなり。これはね、もう、お好きにって感じなんですけど、とりあえず基本ムーブはこんな感じですね。これをですね、敵視点から見るとね、もうすごいよ。1、2、3だったら、もうよくわからん。もうあそこっすよ。だって何が起こってるかわからないじゃないですか。最初にこうバーって振りまいた屋根がね、いい味を出すというか、いい効果を生み出しつつ、もうあっという間にね、あんなところにいると。何段上かな、数えてみましょう。自分がここにいると仮定しよう。6はえぐい。さすがに上取れるでしょうっていう、これならね、それぐらいえぐい技ですね。大変や、これ。ただ、何回も言うんですけど、これ、このダッシュして、これがね、この動きがね、意外とね、難しいんですよね。で、こう、飛びながら、こうやって、ダッシュでついた勢いを殺しながら、こうやって行くのも難しいし、屋根をこう振り回しながら、ここに階段を置いて、さらにまたダッシュと。で、またダッシュと。これね、意外と難しいですよね。新しく追加されたこのダッシュキャラコン、これがね、もう極まってる人じゃないとミスることが多いんじゃないかと思います。もう僕もね、ダッシュめっちゃ苦手なんで、このダッシュ縦積み普段練習してるんですけど、なかなかできるようにならなくて、今も練習中なんで、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。ただね、この縦積みをね、使えた暁にはね、絶対と言っていいほど上を取れると思うんでね、もう上級者の皆さんはもうすぐできるかもしれませんが、初級者、中級者の方、初心者の方とかね、は僕と一緒にね、頑張っていきましょう。これね、いや、むずいよね。俺初心者だから、みんなの気持ちわかる。キャラコン
難しい気持ちわかる。一緒に頑張っていきましょう。こちらですね、この技のこの部分あったじゃないですか。この部分はですね、配信の中でまあこうだろうなみたいな、こうだろうなって解釈できる風な、ね、言い方で言ってたんで、自分なりに解釈してこうさせていただきました。もし間違ってたら申し訳ございません。ただこっちから見ると威嚇的にはめちゃめちゃ強いし、実際普通の縦積みした人から見てもね、めちゃめちゃ威圧感があっていいんじゃないかということで、こちらの形にさせていただきました。もし間違ってたらね、申し訳ありません。ということでね、皆さんもこのダッシュ縦積みね、一緒にキャラコン練習していきましょう。僕も頑張ります。はい、ということでね、以上3つの建築技最強書道を紹介いたしました。まずはね、自分にできるところから順番に順番にやっていっていただければなと思います。やっぱね、トップ選手が使う技はね、もうめちゃめちゃ全部頭がいいなと思いましたね。皆さんもプロ選手に近づくべく、この書道をマスターしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、こちらの動画がいいな、参考になったと思った方はね、チャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。収益がある程度貯まったらね、ギフト付きのカスタムとかもね、やりたいと思ってるので、よければね、クリエイターサポート AFR の方もね、よろしくお願いいたします。ってことでね、また次回の動画か配信でお会いいたしましょう。以上、アフロでした。バイバイ。